DAW レスの鈴木です。堀田です。DI を聴き比べてみよう後編。はい、後編。はい、前回はベースを取りましたけれども、はい、今回はエレキギターをちょっとやってみようかなと思います。はい。まあ、エレキギターということで、はい、前回ベースの方は4モデルありましたけれども、はいはい、そのうちペダル用のものはもうベースって書いてますからね。そうです、なかなか指す人ないと思うんで、うん、もうそこはやめようっていう。ということで、はい、RNDI とタイプ85カトリマン、はいはい、だけの2種類で聴き比べてみようかなと思います。はい、で、まあ、なかなかね、エレキギターの素で使うシーンっていうのもないと思うので、うん、まあ、プラグインのアンプシミュレーターを使いつつ、はい、まあ、よく言われるシミュレーターのノリが変わるとかってあるのかなみたいなのも踏まえた上でちょっとやってみようかなというふうに思っております。はい、はい、で今回もアルペジオのものとストラム奏法のものと2種類用意していただいたので、はいはい、これをちょっと聞き比べつついこうかなと思うんですけれども、はいはい、一応前回見ていない方のために録音状態について、はい、はい、これカメラボの7602のというか HA 通した状態になってます。 EQ オフです。はい、で、なんだ RME の、うん、インターフェースに通してプランを使っているっていうような感じです。はい、はい、で今はリアンプしていて、はい、JCR ですね、ラディアルのリアンプボックス経由でそれぞれの TI に入れて、はい、それをもう一回撮ってるみたいな状態で、はい、マイクプリアンプはルパートニーブデザインの511っていう、うん、VPR500 のマイクプリアンプを使って収録しています。はい、はい、じゃあ素の状態からいってみましょう。はい、はい、はい、みたいな音です。はい、じゃあ今度は RNDI の音です。はい、弦の擦れる時の音に結構違いが出ますね。ね、うん、なんかジャラーンってやつがなんか勢い乗った感じがしますね。そうね、砂利感は増すね。ね、不思議だね、うん、はい、じゃあ今度はタイプ85。はい、うん、ベース編もそうでしたけど、うん、ロックイズムがありますね、この人には。なんだろう、このバイト感みたいな。そうね、レンジ感っていう意味ではね、ちょっと、うん、RNDI に負けちゃうんだけれども、うんうん、その分、なんて言うんでしょう、押し出し感というか、そうですね、特有のパワフルさはありますよね。うんうん、そうですね、うん。じゃあ、今度ストラムの方ですね。はい、これも素の状態から。はい、はい、はい、みたいな感じですね。まあ、ザ・シングルの音みたいな。それあと一番後ろで弾いてます。はい、はい、じゃあ今度 RNDI。 うん、ピエルキー、なんかでもちょっとピエソっぽく聞こえない？それ多分このギターのせいなんじゃない？ギターかな。わかんないけど。まあまあでも本当にし、なんかね、艶っぽい感じ。うん。はい。じゃあ今度8号。うん。うん。痛感しました。これはあれに似てる。ベルデン。8412みたいな音。ああ、そう言われたらそうだね。みたいな落ち方するよね、小息の。うん。相対的に太く聞こえるみたいな。うん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 。悪い意味じゃない落ち方だよね。そう。うんうん、なんか、やからラウドな感じに聞こえるのかなって今、うんうん。なんか聞いたことあるな、このサウンド変化って思って。うん。今。ベルデンっていい響きだね。8412ね。そうかと思って、うん。なんかわかるよね、うんうんうん。言わんとしてることは、もちろん厳密に言ったら当然違うんですけど。雰囲気です、雰囲気の話。うんうんうん。という感じで。はい、まあ、素のね、
素で使うことなんかないよっていう話なので、うんうん、アンプシミュレーターをかけて、はい、ちょっと行っていこうかなと思うんですけれども、はい、なんかアンプリチューブ使ってみようと思うんですけど、はい、とりあえずそれでいいんじゃないですか。これは多分最初に入ってる、最初に入って最初に見えるじゃないですか。うん、そうですよね、うん、じゃあこれでもう一回聞いてみましょう、うん、じゃあノーマルアルペジオ、はい、はい、じゃあこれを基準に、うん、はい、RNDI、はい、エフェクト盛り、うん、あるかな、結構違って聞こえますね。やっぱ変質してるのはあるけど、エフェクトがすごいかかって聞こえるかって言われるとどうなんだろうね。ちょっと一応聞いてみましょうか、うん、タイプ8号も、はいはい、ノリって意味でこれが一番乗ってると思うけど、なんだろう、これが一番楽器っぽい鳴り方かもしれない、うん、気持ちがいい、うん、うん、ちょっとね不思議っすね。 RNDI さっきベースの時には圧倒的に良かったんですけど、ギターのこの今回の音に関していくと、うん、ちょっとジャリッとしすぎじゃねえ疑惑。そうですね、なんて言うんでしょう、ちょっとタイプ変えてみてもいいですか。変えてみましょう、変えてみましょう。ちょっと最近のこのクオリティが劇的に向上した、うん、じゃあフェンダー2のベースマンと変えてみましょうか、うん、オリジナル、RNDI、はい、タイプ8号、はい、うん、個人的には8号が好き、うーんですね。そうですね、意外や意外ですね。もっと歪ませてみます。うん、何ですかね、マーシャル、うんうん、900とかにしましょうか、じゃあ、うんうん、今ね、あのトラックパッドとキーボードっていう、いつもとね、うんうん、右と左が逆なんで、さっきから難しい話してるんですね。いつもね、トラックボール右手みたいな感じなので左手止めて右手で操作みたいな感じなんですけど今右手で止めて左手で操作みたいな感じでしてるので、だな、さっきからほらなんか一ガーンと音出したりしてるのはそこですね、うん、はいはいはい、いつもの感じで左から行ってるみたいな。我々赤順逆にすればさ解決だったんじゃないの。ほら立ち位置変えるのめんどくさいはい、じゃあ、はい、素の音、はい、うん、RNDI、はい、うん、8号、うん、かけるものによっても印象変わるなあ。でもそうですね、でも全体歪ませていけばいくほどそんなに変わり、うん、そうね、まあまあよくあることではあると思うけど、うん、クランチからクリア、ローゲン系だったら ね、結構如実に、そうですね、差は出ますね、うんうん、っていう風にすると、うん、まあ、シングルで弾いた場合、うん、ちょっと RNDI だと広域の成分が、うんうん、多すぎるのかな、なんですかね、ちょっとなんかね腰高い感じの、うんうん、どうしても印象になっちゃいますね、うん、こう聞いてみると。そうですね、うーん、面白いですね、こういう違いがあるのか。あんまりこういうことしないからね。ね。突っ込む先なんて大体一緒じゃないですか。うん。こうあえて聞き比べて同じ音でってないから面白いですね。そうですね。はい。はい、じゃあ今度はストラムの方行ってみましょう。はい、これもじゃあ最初から入ってるタイプの。はいはい。のから、アメリカンヴィンテージ？違う違う違う、これじゃない。これかな？はい。でこれでこのストラムの方です。はい。
RNDI。カントリーマン、はい、カントリーマンが一番いいかな、うん、個人的に多分その広域のちょっとキラキラ成分って、うん、結構そのなんていうんでしょう、プラグイン特有のガリガリ感を出しやすい、出し出ちゃうじゃないですか、そこの帯域って、うん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 、そこが結構丸め込まれてるからじゃないですかね。うーん、なんかファットに聞こえますよね、リッチというか、なんかね、うん、芯が太いというか、はい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 、そんな感じになりますね。なりますね、うん、ちょっと RNDI あのハイファイすぎてガリガリっていう、うーん、ちょっと嫌な成分、不思議なもんですね、出ちゃってる感じですかね。うんうんうん、もうちょい歪ませで見ましょうか、こっちは。はいはい、さっきと同じチョイスでベースマン、さっきベースマンやりましたね、確か、うん、じゃこれでもう一回、はい、うん、あのアンプリチュードの進化を感じますねその今その回じゃないですはい、はい、あるんでいい、タイプ85、はい、うん、うん、印象変わらず、うん、最後マーシャルでしたっけ、はい、900にしてました、うん、確か最初の、はい、はい、RNDI、はい、はい、タイプ85、うん、うん、カントリーマンですね、ギターまとめとしては意外ですな。ただね、これがそう、結局そのギターとの相性っていうのも当然あると思うので、そうですね、あのハムのギターでやったらまた印象が変わる可能性はあるので、何とも言えないっていうか、うん、この今回のテストの環境でってい う、まあ、こういう変わりがあるんだねっていう前提ではあるんですけれども、はい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 、面白いですね、面白いですね、うん、ギターとベースって違う結果が出るっていう、うん、いやだってこれ普通逆走、逆になりそうなもんじゃないですか、ちょっと考えたら、うん、まあでもね、なんとなくね想像はしてた、うん、なんかでも何ていう の、 その商品として の、うん、あのネームバリューから言ったらベースのカントリーマンっていうのって、ね、まあ、うんうん、さっきのヒーサイズジャズベだったんですけど、うんうんうん、まあ、カントリーマン一撃なんじゃないのって思ったんですけど、うんうん、あれあれあれみたいな感じになってたのはあって、正直なので、うん、うちはあれですもん、ギターに関してベースはあの RNDI って全部取ってるんですよ、あのアクス通す時にも、うん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 、なんですけどギターは通してないですからね、実は。なるほど、ね、あんまり最初通した時にもっていう感じじゃしちゃったんですよ、実は、うん、ベースはめちゃくちゃ良かったんですけどね、はいはいはい、その結局楽器によって使い分けが必要だなっていう、うん、はっきりとしないところに落ち着いてしまうんですけど、エフェクト乗りっていう話でいう意味ではそんなに変わんねんじゃないのって思うのは正直と思うんですけど、うん、でもね本当にあるのかな、ケーブル変えた時の違いだよね、この変わってる感って、うん、まあ、でもこういうなんかちっちゃいやつが積み重なっていくと、あの、うんうん、音組み立ててった時に、うんうん、ね、そのずれたりとか、なんていうんですか、ずれるっていうのはその、腰の高さが変わったりとかっていうのがあるから、うんうん、まあ、割合バカにはできんのだよっていうのは思いますけど、そうですね、うん、まあ、あとこうやって やってみて改めて感じるのは、はい、インプットの重要さかなって、うん、はいはい、だ最近ですと IK マルチメディアさんのアクサイオでしたっけ、入力インピーダンス変えれるやつ、はいはい、っていうのができるので多分こういう違いが出るんだろうなっていう、うーん、ギターに対するこのインピーダンスの変化って、うん、結構劇的にサウンドを変化させるじゃないですか、うんうんうん、それこそ例えばその
DI の前に、うん、DI とかハイ G の前にさらに例えばコンパクトペダルを1個追加するのかとか、うん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 、によってもサウンドってかなり変わっちゃうと思うので、そうですよね、うん、そういうところでいくと、まあね、そもそもギター自体ワイドレンジが正義かっていうと違うよねっていう、うん、まあまあ最近流行ってるけどね、うん、まあそうだね、ドカン広い部屋っていうでもそれちょっと広いの方向性が違うでしょ、まあそうだね、うん、かなって思うので、うんうんうん、難しいねっていうところなんですよね結局、うん、それはそうだね、うん、面白いねこういうのね、そうですね、はい、なんで、これやってみた感想、はいはい、ギターは攻撃落とすとやっぱいいよっていう、まあ、はい、出したがりな気持ちになるのを抑えてそうですね、まあね、うん、プレゼンのあたりまでは少し切ってあげるとちょうどいいんじゃないですか、うん、だからちょっと前に、うん、あのアンプシミュレーター、ソフトのアンプシミュレーターメインで使ってた時には、うん、アンプシミュレーターの前に息かけててハイカットとかしてたんですよ、うんうんうん、結局そこでソフトのゴリッと感をコントロールできるので、うんうん、そういう風にしてたんですけど、うん、まあ、そこを DI でやるっていう考え方もあるのかなっていう、そうですね、うん、うんうん、まあなんともはっきりしないまとめになってしまいましたけれど、まあこれは結局好き好みだと思いますけどね、結局のところまたそうですね、うん、まあなので俺世代がね、聞いてる人たちの世代が変わるとまただって雰囲気も変わると思いますよ、だって多分8号とか言ってる人もいるかもしれないしそうね、もしかしたらね、そういうのもあるかもしれないですけど、うん、まあ、これをね、絶対軸として捉えずに、うんうん、こういうこともあったよみたいな、そうですね、こんなこともあんすねぐらいに思っていただければなと思ってますけどね、はい、いいかと思います、はい、ということで、はいはい、今回は、はい、ギター、エレキギターで2つの DI を取り比べてみたと、はい、取り比べてみるというのをやってみました、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。